QVC は24時間テレビショッピングを放送する専門チャンネル。名称の由来はクオリティ、バリュー、コンビニの頭文字である。アメリカ合衆国で1986年に開局。2017年現在、アメリカ以外には日本、イギリス、ドイツ、イタリア、中国でも放送している。QVC はジョセフ・シーゲルによって1986年に アメリカ合衆国で創業された。1986年11月24日に放送開始。最初の商品は11.49ドルのシャワーラジオであった。当初は1日16時間放送で、1987年初頭に24時間放送に拡大した。公開会社として創業後、1年間の売り上げが当時最大を記録した。1989年、 当時倍の規模であった競合の CVN を買収。1993年1月、バリー・ディラーが会長に就任。1993年にイギリスでビースカイビーと提携し、同年10月よりイギリス版の放送を開始。1995年にはケーブルテレビ大手コムキャストとティシーが買収。コムキャストが経営権を握り、 QVC の資金力を背景に、パラマウント映画や CBS の買収を企てていた、バリーディラーが追放される。2003年7月、リバティメディアが、コムキャストが保有する株式を79億ドルで、買収、完全子会社とする。以下が、主なカテゴリーである。商品のジャンルごとに大抵1時間の放送枠で、くくられるが、ほとんどが低曜日定時間帯編成とはなっていない。 ただし、BS 日テレに再送信ネットを行う一部時間帯は、定時番組という形になっている。特に注釈のない限り、時間は、日本時間での表記。宝飾品美容、健康食文化復食その他セレビスタ定時番組一部時間帯は、定時番組の扱いとなっており、それぞれ独自のオープニングタイトルが存在している。旧セレクション以外の番組は、BS 日テレにも、 再送信ネットを行っている。特売品枠イベント毎月数回に、1日24時間を通して一つのジャンルに特化したイベント例を設け、当日はそのジャンルの商品のみを紹介する。時にはスタジオを飛び出し、公開放送を行うこともある。この日には原則として、旧セレクションは休止となり、稀にではあるが、TSV の放送時間が不規則になる場合もある。 ここ数年、毎週土曜日か日曜日に1日をかけて何かしらのイベントが組まれている。女性50音順男性ナビゲーター喧嘩後に在籍したナビゲーターモデル CS デジタル放送では24時間無料放送を行っている。同放送での曲名表記は2010年11月30日までは QVC であったが、翌12月1日以降は QVC となっている。 特に注釈のない限り、時間は、日本時間での表記。統計124.128度 CS デジタル放送統計110度 CS デジタル、放送 4K 放送 BS デジタル放送、地上波放送における CS 再送新ネット過去に放送された CS 再送新ネット局本社のある、ペンシルベニア州ウェストチェスターのスタジオパークを、本拠地として放送。 運営を行っている。小売店も全米にある。年間364日は生放送。約9000万世帯に向け放送している。ちなみに本社ビルはかつてのコモドールの本社である。ビースカイビートの合弁で設立。イギリスではロンドンのバターシー地区にある本部より放送。コールセンターと配送センターはリバプールにある。 24時間放送だが生放送は1日17時間。ケーブルテレビ、衛星放送、地上波デジタル放送を通じ540万世帯向けに放送。1996年12月放送開始。ドイツでは、デュッセルドルフに本部があり、24時間生放送で3380万世帯向けに放送。地上波デジタル放送にて放送を計画するものの、 2008年には認可が下りなかったが、2010年10月1日に開局、QVC ジャパンでも記念イベントを行った。中央人民公派伝来の協力で設立。本部は北京市。ありがとうございます。